すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、今は3月の19の土曜日なんですけど、ほんまやったら木曜から日曜まで試合で、で、カットラインみたいなのがあるんですね、日本と一緒で。で、2日間カットで、カットがイーブンやったんですよ。ほんで、私はワンオーバーやったんで、カットされました。ってことで、今日はもうめっちゃずっと疲れとったんで、全然寝てなかったんで、まあ寝とったけど、しっかり寝てなかったんで、もう11時ぐらいなんですけど、ずっと寝てました。それで今からちょっと練習に行きたいと思ってるんですけど、多分試合の解説してなかったと思うんで、なんかコースはアリゾナ州のコースなんで、すっごい乾燥してるんですよ、アリゾナって。もうなんか、日本やったら考えられへんぐらい乾燥してるんですよ。それで、そしたらなんかすごい、下が硬いんですよ。だからなんかその、私、日本やったら全然230とか40ぐらいしか飛ばないんですけど、多分アリゾナのドライビングディスタンス200、平均60やって、一緒に回った子とか300とか飛んでる子って、っていうぐらい乾燥してて、なおかつ乾燥してるからグリーンがめちゃくちゃ硬いんですよ。で、なんかアイアンの距離もめっちゃ飛ぶし、でグリーンが硬すぎて、朝スタートの時はまだ良かったんですけど、なんかグリーンが硬すぎて、昼スタート昨日で、練習ラウンドは昼にしてたんですけど、そのやっぱ昼の方がちょっと難しいんで、風も吹くしと思って、そしたらもう案の定めっちゃ硬くて、しかもピン位置がもう全部バンカーの上で、こうグリーンが結構なんていうの、日本には結構少ないけど、砲台で最後ちょっと砲台で、そっからめっちゃポテトチップスみたいに、すごいこうアンジュレーションがめちゃくちゃきついんですよ。で、なんかその日本やったら大体砲台のコース、関西のコースとかって、まあ昔の名門のコースとかって大概、まあなんやろ、奥から下りで手前からは上りみたいな感じだから、手前から攻めていくみたいなが結構なんていうの、平均的なんか普通のゴルフ場やと思うんですけど、アメリカってあんまそういうのなくて、なんかもうポテトチップスみたいになっとってで、だからこうバンカー越えてピンがあんねんけど、そっからそのバンカー越えて落とすところ、自分球がキャッチするところが下りなんですよ。でフォローとか吹かれたら、もうほんまに、どこ行くんですかっていうぐらいめっちゃ転がるんですよ。転がるっていうか、第一バウンドがめちゃくちゃ跳ねるんですよね。だから46度とか、そうウェッジとかで打ったら止まるんですけど、さすがに8、7とかやったら、私のボールは遥か彼方、遥か彼方飛んでいきます、どっかに。で、だから狙えないんですよね、ピンを。そう、ピン狙えんくて、まあそういうなんか難しいところにピン切ってるときは、別に狙わんくても、こう横からその左の奥に切っとったら、右の手前からポーンって転がっていってみたいな、まあ10メーターぐらいのパターでパーでいいやみたいな攻め方とかもあるし、まあ最悪手前のバンカーから、手前バンカーは無理やな、スピンかかんないんでっていう攻め方もあるけど、やっぱ一緒に回ってる子は私より飛ぶし、なんかウェッジで打つから止まるし狙えるんですよね。だから結構バーディーも取れて、なんかバンカーティーショットとかも、なんか240キャリーやったら超えるバンカーで、
右が。で、左は260で入りますみたいなバンカーやったら、私は右のバンカー結構キワいんですよ。キャリー240。で、左狙ったら左の260のバンカー絶対入るんですよ。転がるから。っていうので、なんか3番とかで刻んだら、3とか5で刻んだら、結構距離も、ウェッジとかじゃ打てないし、刻んだら次のね、セカンドがバーディーにつけるのが結構厳しくなるんで、っていうので、結構難しくて、やっぱ、みんな、アイアンも飛ぶし、アイアンが飛びますね、やっぱ。なんか日本やったらドライバーは飛ぶけど、アイアンは、まあ、7番アイアンで150ヤードぐらいみたいな、っていうのが結構多いと思うんですけど、わかんないですけど、まあ飛ばし屋の人は全然7番アイアンで160とか、多分打つと思うんですけど、こっちの人普通に170とか7番アイアンとか、で全然打ってくるんだよ、女の人で。でスピンも全然かかってるから、それがちょっとすごすぎて、えみたいな。まあ分かっとったけど、まあ実際こう硬いコースでやっぱゴルフしたら、なんかあ全然違うなみたいな。やっぱ攻めれる範囲がめちゃくちゃ変わるんで、で特に今回のコースはすごい飛ばし屋有利のコースっていうのはもう知っとったし、もうなんかここにおるルームメイトの人とかも言っとったしっていうので、まあ厳しい戦いやったけど、まあ、パープレーカットはガチできついです。ほんまになんか崩れたらめちゃくちゃボギー打つかな。まあでもそうですね、初日が私前半フロントナインが3アンダーやったんですよね。4バーディー1ボギーで、でめっちゃいい滑り出ししてんけど、後半なんかすごい短いパターを外してから流れがめっちゃ悪くなって、ドライバーちょっと曲がって、ほんまにめっちゃ曲がるっていうか、なんかフェアウェイにバンカーがあるんで、そろそろかバンカーがなんかあるんで、そのなんかちょっとほんま5ヤードぐらい曲がっただけでバンカー入るんですよね、私の距離やと。でとかで結構トラブったっていうか、まあ自分のミスですね。で自分がミスして、後半で最終ホールのパー5すごいチャンスホールなんですけど、私は3メーターぐらいのバーディーパットを、その時パープレイやったんですよね。で1個なんかへこましときたいなみたいな欲が出て、登って下りのラインをこうパーンって打っちゃって、下っていっちゃってボギーになって、それがめっちゃ痛かったですね。すごいもったいないミスしたなみたいな感じで、2日目は3バーディー3ボギーやったんですけど、なんかそれももったいないボギーが多くて、もうなんか昨日なんですけど、2日目って昨日はもう風が吹いとったし、なんかすごいグリーンも硬くなっとったんで攻めれないんですよ。なかなかバーディー取れなくて、パー5とかツーオンしたりするホールは全然いけるんですけど、で最終ホールもイーグルパッド4メーターぐらいで、あこれ入れたら通るなみたいな分かっとったんですけど、なんかそれをまあ入らんくて、バーディーフィニッシュでって感じで届かんかって、マジで辛いです。初戦なんで、まあ、予選は取りたいなって思っとったんで、でしかもいっぱい打って落ちるんやと、まだなんか諦めつくっていうか、悪かったなとか思うけど、結構なんていうの、まあ、悪いプレーもあったけど、いいとこもあったしっていうプレーやったから、まあ明日、あ違う今日と明日プレイしたかったなみたいなっていうのがあれですね。まあ、プレイできひんっていうのがいっちゃん辛いんで、やりました。まあ、今日練習して明日移動、サンディエゴして、LPGA の方のマンデーに受けるんでって感じで、時差ボケはもう5日目ぐらいかな、こっち来て完全に治ってますね。月曜日に来たかな、完全に治ってます。試合の時には完全に治ってましたね。全然しんどくなくて、はぁ、あ、でって感じでした。はい、予選落ちたんで練習に来たんですけど、結構練習してる人多いかも、思ったより。で練習してまた来週カリフォルニアで試合があって、
は涼しいです。はい、今日の昼、朝兼昼です。なんか韓国練習行ってもう3時過ぎなんですけど、韓国料理屋さんに行って冷麺が食べたくて、でテイクアウト頼んで、これをなんか自分で麺入れるやつやったんやけど、麺がなんかもずくみたいなやつで、これめっちゃ汚いけど、なんかすいませんな感じで、なんかめっちゃくっついてるんですよ。でめっちゃ食べにくそうで、今ほぐしてちょっと放置してます。であとなんかあの韓国ってめっちゃついてくるじゃないですか。で運転中にめっちゃお腹すいてブロッコリー食べちゃったけど、これもあります。これが今日のお昼で、今日の夜はアリゾナにあのチャンキムっていう賞金王の人がいるんですけど、あの日本の賞金王男子の人が今日誕生日で、でなんか知り合いの人がやってるお寿司屋さんみたいな、韓国人の人がやってるお寿司屋さんがあって、それ食べてなんかパーティーしようみたいな感じなんで、夜はそれに行ってきます。はい、じゃあいただきます。